嵐オは海上自衛隊の潜水艦。春、潮型潜水艦の四番艦。艦名は激しい潮の流れの意の嵐オから由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧日本海軍の朝潮型駆逐艦、嵐オ、朝潮型潜水艦、嵐オに続き三代目にあたる。嵐オは、 中期防衛力整備計画に基づく平成元年度計画2400トン型潜水艦8101号艦として川崎重工業神戸工場で1990年1月8日に寄港され1992年3月17日に浸水同年9月3日公司開始1993年3月17日に収益し 1> 第1潜水隊軍第6潜水隊に編入され、クレに配備された。1997年3月12日、タイ番号の改正により、第6潜水隊が第3潜水隊に解九1994年8月26日、ハワイ派遣訓練に参加するため、クレを出港、戦術技量工場のため、アメリカ海軍訓練施設を利用しての訓練に従事し、 11月28日に帰国。1997年8月26日から11月28日までの間、ハワイ派遣訓練に参加。2010年8月17日から8月25日まで、南シナ海にて実施される、第5回西太平洋潜水艦救難訓練、パシフィックリーチ2010に参加した。陸上訓練については、 シンガポールのチャンゲ海軍基地で実施された2012年3月19日除籍。最終所属は第1潜水隊軍第3潜水隊定傾向は5であったありがとうございます